いやあ、せつなけいすけだよ。今回はイブです。やっていきたいと思います。さだのぶとのタッグでお送りします。イブです。さて、まあ、一回やったことあるんでね、パッパと行きましょう。ここはまあ、ギャリーに交代のパターン。ギャリーぼっち。ぼっちのギャリーで、ギャリーぼっち。この辺は一周目で見とんで、ちょっと飛ばさせてもらいますね。面白いところがあったら拾うけどね。ああ、そうだった、そうだった。こういう神チリチリのやつがおったんだったな。何回見てもこれが可愛いだなんて思えないわ。その前にさ、もう、えらい変わってることに突っ込まんのか。ギャリーさんの突っ込みのセンスってそういうとこ、そんな感じだった。ああ、ちょっとなんか突っ込みセンスがあるなーって思っとったんやけど、ちょっと失望したわ。これはさすがに突っ込もうぜっていうぐらいのレベルだったのに。どれやったかなぁ。勘ではこれだったと思うんやけどね。ああ、違った。ああ、そうじゃ。よりにもって一番ダメージ食らうやつじゃない、これ。これか。あ、食らなった。食らなった。あ、やだ。電気のスイッチなの。怖がるなよ。これ。あー、これか。ホールディンダウン、ホールディンダウン。よくわからんな。自分で言うといてないんやけど、ちょっと今のは意味わからんこと言ってしまった感がある。ともかくここを通れるようになります。イブ見て、見たやるす。どうですか、いいんですか。それは結構音するんですね。ウィーすウィー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 、この音気持ちいい。あとこいつ、トンストン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 。ああ、ちょっとサダノブ、何しょお前、これ落としたらあかんやろうが。勝手に落としたらあかんよ。サダノブよくわからんけど、まあ、よーあかんよ。中で何か動いている。イブ、この箱開けるのやめとこ。そうっすね、サドノブ開けて。あ、ちょっと、お、私ここにおるけん、ちょっと、怖いけんここにおるけん、ちょっと、サドノブ開けてくれん。な、開けてくれん、開けてくれん。サドノブケチかだ。これぐらいちょっと、なんだサドノブ、ちょっと、あ、ダンボール開けてくれんくせに、何を言う、私に、いけやすく話しかけとんねん。なんだ。ねえ、イブ、ちょっと聞いていい？うん、なんやねん。ギャリーって、イブのお父さん？あんなやつ知らねえっす。あ、そうなの。ふーん、ここで知り合ったの？そっか。イブのお母さん優しい？うーん。へえ、いいなぁ。早く両親に会いたいよね。私も早くここから出たいよ。それはどうかな。ねえ、イブ。あのさ、なんやねん、サダノブ。お前への質疑応答は一回って決めただろうが。もしここから出られるのが二人だけだったらどうする？そりゃあお前を置いてギャリーさんと出るに決まってんでしょうが。分かってるでしょ？もう空気で察して。まあそれぐらいの大人じゃないん、あなたは。そうっすね。ギャリーと出るよ。はい、残念でした。はい、そう。ギャリーと一緒の方がいいんだ、そういうことです。ま、今のは例え話だからいいけど、出るときは一緒に出ようね。約束だよ。まあそれはどうかな。お前は多分一緒に出ようとは思いませんからね。今の選択肢、これで選んでよかったんかな。正直わからん。さーて、一周目でやったこの部屋ですが、どうも覚えてなかったりする。ん？なんだろうこれ。名前を入れればいいのかな？うわー、名前全然覚えてない。何も起こるわけないだろ。適当に入れたんやけん。じゃあさっきこっち解決しといて。何これ、色がないです。誰かいるみたいだねって、それだけか。ああ、もうここし、これだけしかなかったな。それにゃあ、あと口
次グッチさんにここのドア、はあ、はい、入らない。そしてドックの部屋にここ、あそこがここもあった。どうすればいいかわからん。そしてこんなんもあるよね。木の鍵、よっしゃ。あとどうでもいいけどさ、なんか俺この3つ見たらさ、真ん中を壊したらなるんよな。どういうことかな。衝動ってやつ、破壊衝動ってやつですかね。でもなんでピンポイントだけ真ん中になってなんかな、わからんな。えーすえーすイエーす。あ、なんか煙出てきた。なんこれなんこれ。俺は私こんなんなるとは思わんかった。なんこれなんこれ。あー、怖い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 。鍵が手に入った。ここだったかな確か。あ、違った。あー、違う。これパスワード入れるタイプのやつってさっき見たやろうが。ボケとんか俺は。どこの鍵だったっけ。こっちか。違う、こっち見たやん。天然をどんだけ繰り返すんや俺は。バカやろうが。だとしたらどこだったかな。正直全然覚えてないけど。ギャリーさん、はぁ、ギャリーです。あった。あれ、ちょっとなんでこんなとこに岩があるのかしらね。いつの間にあったのかしらね。よくわかりません。もしかしてイーブがやってくれるのかしら。ありがたい。というわけで入れます。サダノブ。いや、サダノブはそんなことせんだろ。サダノブはこういう気の利いたことしてくれんだろう。こんにちは、ギャリー。私一人で寂しいの。だから一緒に連れてって。こいつを連れていくんか。無理ですね。というちょっと、ま、なんだこれ、お前、な、え、うん、ねえ、どうして連れて行ってくれないの。どうしてって言うたら、喧嘩して生き別れた妹にそっくりやからですけどね。ちょっとこの人形、うん、また俺はこの人形見たらちょっと憎悪の気持ちが膨れ上がってくるんです。なんで無視するの。私のこと嫌いなの。いやー、この人形が嫌いというか、この人形に似とる弟が、いや、妹やったっけ。あれどっちって言ったっけ。妹が妹が嫌いなんすって。あれ、またおるわ。たぶんねえ、遊ぼうよ。ここ面白いものたくさんあるんだよ。へえ、じゃあちょっとそうやな、いいカードで勝負せんか。負けたらお前命いただくけんな。ああ、まだ出てきた、まだ出てきた。私の友達もたくさんいるんだ。紹介してあげるね。お前の友達って言うたら、あそこの部屋におったたくさんのやつか。友達っていうか、もう双子レベルで似とったよ。もうやめてよ。永遠にここにいろ。お、何お前、おい、お前何、いきなり上から目線で、ね、いいよんな。お前、おい、調子乗んなよボケ。おい、くそ、最近の若いもんは。あ、俺18歳や。そんなに年取ったわけでもない。君の悪い人形がある。一体どこまでついてくるんだよ。もういい加減にして、あんたの相手をしてる暇はないのよ。扉の前から避ける。どいたどいた。こういうのには関わない方が一番だわ。というわけで鍵がかかっている。なんだい、連れて行け。どういう鍵の開け方やねん。なんなんそれ。開けごまとかそういうんじゃなくて、連れて行け。ガチャって。どんな家やねん。もうちょい考えようぜ言葉をさ。なんこれ、心配心配ないさ。前にもやったこれ。ジャブリング。ちょっと喉痛くなってきたな。変な声出しちゃった。釣り針。まあネタは分かっとるんですけど、まあここはスルーですね一旦。これイブの部屋にあったやつじゃ。緑の夜やった。そうそうそう、こんなんあったわ。ずっとあなたについていくね。あたしのお家すぐそこなの。え、どっちこれ。わかりませんよ。お前っぽい、お前っぽい部屋じゃなかったな。部屋じゃなくて家か。ドアノブが非常に冷たい。ドライアイスとか仕込んどる。これなんかコナンのトリックで使われるんちゃうかな。ドアノブが非常に冷たい、どういうことだ。そうか。
犯人はこのドアノブにドライイエーズを仕掛けて、ね、殺人事件でも起こるんか。ですね、あーこんな、あれちょっと待って、あれ、いやいやいや待てよ、ちょっと待って、ガス抜いたんじゃん。イブの部屋でちょっとやったことをここでなかったっけ、まだまだここのガスは抜けんかったっけ。おかしいな。じゃあ何から進めていけばいいんだったかな。あ、これかな、緑の夜やっとこうか、先というわけで、イブさん、サドノブさん、はーい、緑の夜ですね、わかりました。みーどー、あ、みどってカタカナか。ところでなんでこれブーだけカタカナ残っとん、これどういうこと。まあいいでしょう。緑の夜、緑、みどこ。み、どラリリリリと、で、ここでひらがなに変えるんか。の、よーる、オッケー。これで完璧。ガチャ。そんで、こんな部屋がありまして。一つの鍵穴。指を入れてみましょう。小さくて入らない。イブの指ってちょっと細いイメージがありにくいけど、それでも入らんってことですか。え、サドノブ、ちょっと何の反応、何の今の反応、今の反応何、サドノブ。なんかあるんだったらちょっと聞かせてほしいんやけど。で、確か問題はこの J なんで、ジャグリング6223。まあ分かっとるんですけどね、ちょっと一旦見てみよう、チェックって感じかな。女の子の物語なんか興味ないよ。そんなの読んでる暇なんかないよ。6223。ああ、そうそうそう。釣りの、釣り人もおったし。じゃあ、なんだったかな、なんだったかな、ガチャーって言わせたし、イブのサイドでできるのはまあここまでで、ギャリーに交代しまーすの状態だったかな。このガチャーってどこで、どこ開くんだったかな、全然覚えてないけどな。ジャグリングダイマジンよ。あっと、来ましたか。釣り針来ました。触っておいてと。いったーってなるわけ。あれ、触れんかったっけ、まだ。嘘だー。ちょっと待って。だとしたら、どっか開いてなかったっけな。どうだったかな。なんか、何からやればいいんだったか全然覚えてねえわ。もう開いとんじゃ。そうか、そのガチャだったんや。思い出した思い出した、そんなんだった。いやいやいや、正直、ああ、そうだった、そうだった、ぐらいの感じだ。できたー。確かここは入れんだったな。恐怖。ほんとよ、ちょっと怖いわな。だって、サダノブがおるんやもんな。あいつが何やらかしてくるかわからんもんな。サドノブが一番怖い。とりあえず一つの緑が集まった。あ、黄色がこんな適当なところに置かれてる。もう一人考えようぜ、適当なところ置かずにさ。そうか。これでようやく入力できるわけじゃ。よっしゃ、簡単簡単。まあ、ジャグリングばっかりしてないで、ちょっと年号の勉強しなさいな。一つあるやん。オッケー。危ない、いいき。こちらの方がちょっと心配げに見ておりました。危ないです。で、持っていく。これが届く。オッケー。そういうことか。思い出した思い出した。ああ、そうだった、そうだった。これに傘をかけて、引っ張ってもらうんだったわ。そうだった、そうだった。すっかり忘れとった。いやー、バイバイ。ってことは、ギャリーサイドではここまで。では、イブさんにお返しします。
イブさん、傘が行ってると思います。はーい、イブでーす。って感じですな。なんかずれてる。お前にはこれが何に見える?そうか。お前には傘に見えるか。正解だよ。お前にしてはよくやった。よくいいこと言ってくれたな。傘だよ。あ、そうだった。この人に渡すんだった。イブ、傘って。やだね。わかった、わかった。サタンムまでにまで言われたら、そりゃ渡さないかんわな。よかった、よかった。雨降ってきたー。隠れろ。まあ、そういうわけでもないんですけどね。うん。と、そうすれば、こっちが、ここが生きれるようになるわけです。ゆえにこう引っ張ることができてクレイジーってわけですね。そしてさらに生きることもできる。これで引っ張って開くのがここではないんですね。ここじゃないんですよね。皆さんわからなかったでしょ。ここじゃないんですよ。引っ張っても引っ張ってもここは開かんのですよ。俺は分かってました、分かってました。こっちでしょ。あ、こっちでもないんですね。うん。ちょっと、2回連続でミスするっていう演技ですよ。わかってるわかってる。お、お、お。おう、そう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 。ここがミノって中に入れる。そういうこと。おう、ここにも入れる。うん、そういうことです。ここをミニに話しかけるところな、話しかけるっていうか調べるところなんですが、まあ、今回は時間の都合上ここら辺にさせてもらいます。ファイル1にセーブ。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。シーウアゲップ。